ワールドカップで考えるサッカーとセックスははいはい、えーうん、大事なテーマでございますね、うん、あのまあ四年に一度ですけどもあのよ前オリンピックの時にあのアスリートとセックスというのもね、えー、一度ご紹介したことがありますけど、うん、これあの欧米のメディアでは非常にあのなんていうか必ずこういう時には出てくる、えー、話なんですね、うん、どういうことかというとまあ結局ですねえっ、ー、と試合に えの前に、えー、いわゆる禁欲を貫けという、うん、その命令を出すか出さないかというのは、うん、そのチーム、監督の、まあ、非常にですね個性も出るし、うんえー、これ、あの正解はじゃあ何なのっていう話があって<ー>これね、ね非常にお国から。 だかは監督にそのあたりは、うん。基本的にはそうです、基本的には。もちろんそうですね、<ー>あのサッカー協会どうこうじゃなくて、もう監督ですよつまりコンディション調整をどうするかという話ですねちなみに、今回のですね、えー、とブラジル大会なんですが、えー、といわゆる、えー、と禁止令、ご、うん、発度令を出した国、うん、一応、報道されてるベースですから、全部網羅的にはちょっと分からないんですが、うんえー、言いますとですね、 えー、メキシコ、それからチリノーセックス、そしてからノーソフトドリンクソフトドリンク飲むやつ多いんだね、ーだからコークとかそういうソフトドリンクですよ、いや炭酸系のが特にそうですね、それからボスニア・ヘルェコビナ、うん、あ非常に頑張りましたけどね、アルゼンチンに負けましたが、もうこれなんかはも絶対、もう現金と。 いうふうにもう関東から出ております。うん、で、とにかく、もう軍隊的な規律を重んじると。やっぱり内戦やってる国が、やっぱり、あの、あれが出てますよね、ここはね。は厳しく極めて。極めて。ええ、もう、ご当地、ブラジル。うん、えー、これはですね、えー、と、選手は。通常の、セックスは、えー、することは許可しています。うん、しかし。 アクロバティックなセックスはやめていただきたいというふうに出てんすこれはねあのみんな好きみたいで各いろんな BBC も含めてオチに使ってます大体ねですから基本的にこれあの、えー、と他にもそういうことを言ってる人はですね<ー>えとこの報道ではですねこのブラジルのこの監督を引用してですね あの通常のセックスであればです、ね、バランスの取れたセックスであれば問題ないのだが、うん、中にはさまざまなフォームもしくは、えー、とアクロバティックを試みようとする輩もいてです、ねえー、とこれはです、ね、我々は、えー、と限定すると、えー、そして、えー、そのプレイヤーを、えー、もしそういったことをする人間がいたら、えー、それは、えー、と調査すると。 うん、いうふうにこの監督自らのどうやって調査するんだい,いそこですよ<え>普通そ,れそうですね<や>調査するったってさだから結局それはしないってことですよ で、例えば、ほかにネイマールっていうのなんかしそうだよね。何がですかイメージですか、あくまあ、フォワードですからね、あとはほかにもね、ナイジェリアも禁止してます、アフリカの国ですね、これはですね、セックスというのはもっとスピリチュアルなものであるからゆえに、そうやってゲームの前にするということはだめだと。 この辺のところは非常にあの宗教色の豊かな禁止項目になってますね,そ,すねえそれが逆にですね禁止しないというところ明確に言っているのは例えばフランス、えー、とこれはですね、えー、と完璧にはそれを禁止はしないと、うん、でえっ、ー、とじゃあですでそしたら記者からね質問が出て、はい、えっとそのいわゆるその その合宿地の近く、まあ、500, も500メートルぐらいのところに、えー、といわゆるこの商売の女性がいると,、えー、ところがあると、えー、でこれはどうするんですかって言ったらデシャンプーあの、えー、監督がです、ねえー、とそこに行くようなあの選手とかジャーナリストは全部チェックし,とックしておきますとチェック基本的にはかこれは何かというとかあのあの、まあ、禁止しないってことですよ。 チェックもしないチェックしとくということは強制力がないから、フランスです、これはノーンとは言ってないということです、なんでこういうことを言うかというと、ねあの、どういうやり取りをするかによって、そのユーモアでどう交わしているかというのをちょっと分かっていただければ、うん、ということなんですね、どちらかというと、チェックは、名前はちゃんとチェックしとくっ,たって、そんなことできるわけないわけだから、うんうん、基本的にやらないということですね。このインングランドですけれども えっと、明確な立場は今回のホジソン監督は取ってないんだけど、うん、昔、94年のワールドカップですかこれアメリカ大会ですかね、えー、の時には、えー、っと彼はスイスの監督をしてたんだけど、うん、えっと最初は、えっと、禁止したんだけど、うん、後にそれを試合前にや,やめてですねスイスは非常にいい成績を取ったということで、うん、おそらくイングランドも問題なくやらあのその許可するんだろうと。 ういうようなことをその報道されてます。これ。つまりはね、あの、えっと、ヨーロッパでも、昔は、あと基本的に、その。 何でもかんでもやらせると、うん、とにかくパートあの、まあ、その配偶者とか、まあ、パートナーとか呼んだりして一緒に止めたいなんかするような選手もいたわけですね、うん、でよく言われるのはじゃあその生理学的な見地からその例えば大きな試合の前にその性行為をするということはマイナプラスになるのかマイナスになるのか関係ないのかということについて、うん、るるいろんなの報道があるんですね。うん で大まかに言ってですね、まあ、ざっくりしたあれから言って非常に結論はなかなか出ないんです、これは、うん、で結論出ないんだけれどもだけれども一つ言われていることは確実に例えば、よく言われるそのロッキーなんかの映画でですね試合の前に例えば、うん、あのコーチがお前も絶対セックスするなよみたいなこと言うじゃん言うわけじゃないですか、うん、スタローンのあれね、うん、で結局その とにかく攻撃性を奪ってしまうんじゃないかというのが大体あるわけですよね、うん、セックスすることによって、男は攻撃性がなくなってしまう、うん、セックスしないことによって、そのやっぱ欲求、不満をその外に出す、攻撃していくという、エネルギーのいわゆるまあフロイトの理論みたいな、何か別のもので消化するという、あーでもこれ、<laughs> あなたが言うと、<laughs> そういうもんなんだなと思って、ね、この仮説は完全に今、否定されてます。<laughs> 逆にある程度のセックスをするしてリラックスをした方が逆に攻撃性を増すことになるという報告もあるみたいですね<ー>だから、えっと、あの非常にその生理学的な意味ではその今までよく言っているその攻撃性を保つためにセックスをしないというのはこれはあまり効果がないということです<ー>で問題はじゃあ心理学的なところでどうかということなんだけど、うん、これはね2種類あって。 あのー、例えば、リラックスしすぎてもだめだし、緊張でしすぎてもだめだということをザックさん言ってたでしょ、うはい、リラックスしすぎてる人間は、これはやらない方がいい、セックス、うん、でも、緊張しすぎてる人間は、多少のセックスはプラスになるというふうなことも言われてるみたい、はい、人によって違う、さまざま、人間がいかに多様かということは、これでよくわかると思います。